遅かったじゃないか。僕のことが見えているかい？早速なんだけど、ひょっとして世界は今滅びよ。この危機的な状況を君に理解。さあ紙芝居のお話は創世神話に双子の神によって、最初の世界は人々が寄り添い、しかし残念ながら世界の結束を、その名は彼は双子の神が作りし世界を分断し、ある世界は陸と海に分断され、双子の神はどうしていたのかって、分断王ディバンは双子の持つ創生の力を分断し、そして今もまた分断王ディバンによって機械の体で永遠を生身の体で有限を生きるラボ、かつては共存していた2つの分断王が起こした土壌汚染によって、マキナの少女と君にはこの2人を観測し、ああ紹介がまだだったね。僕の名前は気軽に教会ちゃんとでも、これから君と二人三脚で、もし君が分断を止めるために力を貸してくれるなら、観測を進めたらここでまた会おう。フジョー、おいフジョー、ああそうだ、すっげー、人生で一番フジョー、最新しいその機械腕で、そりゃそうなる、今日からはいつもの、じゃあ早速仕事に行ってきます、腕が鳴るぜ。ジャンクボード LA、 私の愛し、天井界から降ってくるパーツの、当たると痛いじゃ済まない、いや、イエス、俺にとっちゃ稼ぎ時っす、レアパーツが俺を待ってるぜ、行ってきます。待て待て、私たち機械よいしょ、いいか、分かってますってば、めったに見つからないけど、もしあったら必ず、なんかおい不条、パーツ拾いもいい、まったくの一人としてカットみたいなやつだ、最近やけに激しく、イエス、ちょっと不法投棄が過ぎるんじゃない、私はありがとう、だからあなたの最重要タスク、侵略者をフィックスする、我々は長きにわたって、しかし侵略者、イエス、頼みましたよ、だが、浮上なんてね、そうですね、
LACCA。なんだ、それ鳥？まずい、高濃度燃料の大穴に落下するぞ。頼むぜ、俺の新しい腕、いけー！うおー！上がれー！よっしゃー！あれ？この子、気球人モードを解除。気がついた！よかった！あなたは人間？うん、人間だよ！あれ？ねえ、君、どこかで会ったことなって、まあ、そんなわけないよね。機械人に会って忘れるなんて。ああ、ごめんごめん。俺の名前はフジョ。フジョ。本物の機械人に会えるなんて、ほら！これが俺の自慢。性能は機械人と比べ物にならないけど、私のエラーで、あなたの…いや、いいんだ。それ…え？あ、一体何を？あなたの腕は交換が必要と判断…え？あ、交換？動作確認？あ、こうかな。おお、すごいパワー！これが本物の機械人の腕なのか！再起動完了。パーツ交換による機能低下を確認。私の腕もあなたの腕も臨時の交換作業は以上です。ちょっと待って、それに俺には自慢。私は問題ありません。あなたの機能を優先します。そうだ、まだ名前も聞いてない。 LACCA、 さようなら、フジョ。またな。そうですね。コード LACCA。 はい、いえ、はい、じゃあな。おう。なんだい？速やかにフィックスを。これは私の意思。
強くならなくては。そうだね。そうですね。これは私の意志。よっしゃ、やろうぜ。ありがとな。よっしゃ、やろうぜ。天上界までぶっ飛べ。手貸してくれ。俺強くなってない？上がる。
僕君と行けば新しい事故バリバトル素晴らしっこさならキャお呼びです強いぞ即行動殴っお疲れさ私ジャンクアメってパズルああジャンクを集めた後かなオロセンあたいアネットみたいになりたいから僕君といれば